はい、アロマプリエル求人ブログでございます。店長の山田と申します。山田久太郎と申します。この3月ね、実は、卒業生がいらっしゃいます。学業とかね、を卒業されて、正規に新卒で就職される方とかね、それに近い今まで転職活動、就職活動していて、やっといいところが見つかりそうですとかね、そういう、まあ、建設的な、正規な正しい、まあ、前から分かっていた卒業が、ちょっとこの3月相次ぐ予定でございます。そう考えるとね、店の運営としたならば、店の、それは喜ばしいことでね、僕めちゃくちゃ応援してるんです。免税ステをステップに、免税ステで経験した経験を、生かしてね、正社員なり、次のステップに行かれたらいいと思うし、過去の、就職決まりました、みたいなセラピストさんも、よかったねって言ってね、本当に心よくか。送り出して、おりますし、今回もおそらくそういう風になるんじゃないかなと思ってます。たまには、お盆とか正月とかね、まあ、正月は休みますけれども、里が、まあ、なんか里帰りだったり、仕事がお休みの時は、一日でもいいから出てよみたいなね、まあそういうことでたまに来てくださるセラピストさんもいますけどもね、そんな状況でございますね。お店の運営として考えたらちょっとやばいわよ。ここは新人さん入ってこないとね、プリエール、まあ結構ね3人とか3人ぐらいかな抜けちゃうの、と考えるとね結構ね大打撃なんです。大激震、第4次プリエールの危機みたいなね、そんな状態になるのもまあ多少予想されますが、どうなるんでしょうか。ね、なので新人セラピストさんを募集しております。まあいいお店だよね、もう分かってきましたよね。宇都宮で免税してやるならアロマプリエールですよね。なんて、まあ他店さんもね、いいお店さんあるみたいなので、いろいろ調べてみたらよろしいかとは思いますけれども、本当にね、部屋も空きますし、好きな時間に、好きな曜日に、お仕事することができます。昼も夜も、昼から夜にかけてでも、主婦の方だったら、まあ、昼間の3時間だけでも、OL さんとかね、学生さんだったら夜の3時間だけでもいいですし、それこそ投資勤務だったり、泊まりがけの勤務も可能でございます。働きやすい環境はめちゃくちゃ意識してますので、他店さんの例に漏れずね、めちゃくちゃ働きやすいです。そしてプラスアルファで何かね、申し上げるとしたならば、いろんな手当とかね、表に出てない、臨時収入もあるお店ですので、そういう面でもね、手厚く、まあ僕とかのお給料はほとんど なしでね、これは本当だからね、もう困っちゃいますけどね、セラピストさんに還元したいと思ってますし、それでいいと思ってます。やっぱ若い人がねたくさん稼いで夢に向かって、夢のためにお金貯めたりとか使ったりとかいいと思うし、僕なんかおじさんはもう飯食えればいいんですよ。うん、もうそれで十分というかね、こんなねやりがいのあるお仕事させていただいてることだけで結構十分満足しておりますので、まあちょっと話しておりましたけれども、セラピストさんを募集しております。まあ不安な点もあると思うけどね、この YouTube 聞いていただければ、ある程度は分かっていただけてると思いますし、特別踏み込んだいやらしいこととか風俗店さんのようなことはしてないわけさ。ただマッサージプラス免税してたから、癒しの部分、安心感の提供だったりドキドキ感の提供というのはマッサージの、プラスアルファの部分で出てきます。ただそれは決して、いやらしいことをするとか、そういう色気で売ってお客様を呼ぶとか、そういうことを目的としているわけではございません。免税エステとして、その癒しの提供が、価値があると。ビジネスマンだったり、疲れた男性方にね、いい影響を与えるというのが、もう明らかというか、もうそれはいい影響を与えますので、この免税エステの存在自体が、
利用価値があるんですけれども、そんな時代が利用価値で変ない。うん。それはね、説明させていただければ理解いただけると思います。ですので、LINE でもメールでもね、電話でも結構です。面接にね、直接お越しいただければなおいいんですが、どういうことでドキドキ感とか提供してるのか、どういう意味で、安心感を提供するのか、なども、実際お会いした時なんか、または電話でなどに、僕に尋ねていただければちゃんと回答します。納得いただけると思います。納得していただいてますしね、他の、既存のセラピストさん方、納得して働いてるから、ただ踏み込んだことは一切してないので、その辺もご安心いただければと思います。で、宇都宮から徒歩7分、この間言いましたっけ、徒歩のね動画を撮ったんですよ。これちょっと編集しなきゃいけない、まだちょっとやりきれてないんですけれども、近いから歩いて、駅から歩きで通えるから、電車通勤、まあ、東武線からも歩いて通えますけどね、電車通勤の方ももちろん可能でございますし、車通勤の方も、特別駐車場代がかかるとかね、そういうことは一切ございませんので、安心して、面接、研修、まあ、セラピストさんになっていただければと思います。これからもね、宇都宮のメンズエステ店として、たくさんの方を癒したいと思ってますし、うちはねこうやってルールが厳しいお店でございますけれども、その中でも癒しは提供できるからね、真剣に心を込めて、癒しは提供できますから、そういったなんていうのかな、メンズエステの正しいことをして、たくさんの方を癒せるお店に、今聞いてくださってる、新しいセラピストさんとね、お店を作っていきたいと思っておりますので、ぜひ、面接にいらしていただければと思います。真剣にねサポートします。その辺の心配はいらないので、ご安心していただければと思います。